旧ジャニーズ上半期 YouTube 再生数ランキング。どうも皆さんこんにちは、旧です。はい、今日はですね、現スタートエンターテインメント、旧ジャニーズですよね。去年からジャニーズって名前がなくなって、で、一時的にスマイルアップって名前で所属したと思うんですよ。タレントたちがまだエージェント会社の名前が発表されてなかったんで。でも4月からスタートエンターテインメントってところで始動して、ライブとかもやってたと思うんですけども、一括りにすれば、旧ジャニーズじゃないですか、正直。もちろんその権利とかそういったのは違うんで、そのジャニーさん問題とかのやつをスタートエンターテインメントにまで持ち出してほしくは僕はないんですけども、見え方としてはほぼほぼジャニーズだっていうのは分からなくもないかなって感じはすると思うんですよ。その中で、その旧ジャニーズ現スタートエンターテインメントの、タレントグループの中で YouTube の再生数ランキングってところで今日は発表していきたいなというふうに思います。で、先ほども言いましたけども、各グループですね、個人も含めてですけど、さすがに個人だったらここのランキングに入ってことはあんまないと思うんですけど、今だったらスノーマンがじゃあ We Will Go Together のミュージックビデオ出しただったりとか、キンプリがムーブの MV 出したりとかっていろんなね、こういったバラエティだったりとかミュージックビデオが出してる中で、その旧ジャニーズの中でどの動画が一番再生されたのか、でその集計期間に関しては今年の1月1日から、正確に言えば6月30日とかになるんですけども、上半期ですよね。ただ上半期まで待てないんで、その6月末までは。なんでちょっと6月中旬ではありますけど、多分ランキングにもうズレはないと思うんで、今日はですね、そのトップ、15からって言いたいんですけど、ちょっと僕のね、個人の思いも込めてトップ16位からお話ししていきたいなってに思います。今年はね、結構ね、YouTube 上半期、ちょっと再生数全体的に寂しかったですね。1000万超えてるのとかも少ないんですよ。だからやっぱちょっとジャニーズって名前がなくなって、スタートエンターテインメントってなってから、やっぱそのジャニーズが好きだった人とかで結構スタートアンチもいるじゃないですか。だからそういうので、ちょっと再生数とかも寂しくなってるのかなっていう気もしますね。もちろん時代でいろんなものが、コンテンツがあるから、そっちに目がいっちゃうともありますけどね。では早速いきたいと思います。まず第16位はファーストテイクでウエスト A じゃないか、再生数約511万再生。これウエストの YouTube チャンネルじゃないんじゃないかっていうふうに言われると思うんですけど、確かにファーストテイクはその旧ジャニーズスタートエンターテインメントのチャンネルではないんですけども、いいでしょっていう感じで、そのウエストが持ってきた数字ではあるので、こういったファーストテイクとか他のね、別の事務所の人たちとコラボしたってやつでランキングに入ってくるんであれば、それも全然入れてこようかなというふうに思います。でこれがなんで第16位で無理やり入れたかっていうと、ちょっと僕の勝手な個人の思いでこれをランキングに入れたいなと思ったんですよ。本当は15位入ってないんですけど、やっぱこのウエストの A じゃないかって、名前も変わって、ジャニーズって名前もなくなって、そしてジャニーズウエストでもなくなってっていう中で、みんながスタートエンターテインメントかとかいろいろね、この悲しくなったりとか、落ちてる時に、このウエストの A じゃないかがめちゃくちゃ元気が出たんですよ。僕たちよりも、そのジャニーズだ、俺たちはジャニーズだって、タレントの方が誇りを持ってたはずじゃないですか、絶対。僕たちよりも。けど、そのタレントの人たちがこんな元気に、わちゃわちゃやってくれる、こうやって僕たちを楽しませてくれるっていう、この A じゃないか僕めちゃくちゃ好きなんで、本当はランキング漏れてるんですけど、ちょっと無理やり今回入れたって感じですね。続いて、第15位。第15位は、キスマイフトツ、ラブドゥワン。再生数約521万再生。こちらはですね、キスマイフトツの10枚目のオリジナルアルバムの中で、アルバムのコンセプト楽曲っていうところなんですけども、過去も未来もいつだって大切な人がいるから僕らは進んでいけるといった楽曲となっておりますね。もう先ネタバレなんですけど、このキスマイフットツーっていう中堅どころ、それ言っちゃうウエストもそうか、でもそういった中堅どころがこの YouTube の再生数ランキングっていうのはなかなか入ってこないんですよね。やっぱその若いグループの人たち、デビューが若いグループの方がそういった SNS とかもやりだした当初も良かったんで、画期的というか、なので結構中堅どころが YouTube で上げても意外と再生されなかったりするんですけども、キスマイはちゃんと再生数を持って
こうやってランキングに入ってくるっていうのがさすがキスマイだなって感じしますよね。まあ、ミック抜けても、まあ、やっぱある程度の人気というか一定層の人気はちゃんとあり続けるんだなっていう感じはしますよね。続いて第13位はストーンズでゴング、再生数約558万再生。これはストーンズの13枚目のシングルになるんですけども、まあ、田中樹君が出演している悪魔ゲームの挿入歌となっております。これ公開されたのが5月31日とまだ2週間ぐらいしか経ってないんですよね。だからまあ、どうしてもその6月30日まで上半期のランキングなので、そういった5月末とか6月にアップロードされた楽曲っていうのは、まあ、不利にはなってくるんですけども、まあ、多分年間ランキングというか1年間で YouTube でどれが一番再生されたのかっていう時だとゴングが多分1000万とか、まあ、超えてるのかなっていうような感じはしますよね。でも2週間で558万再生でこのランキングに入ってくるっていうのがすごいですよね。やっぱストーンズだなって感じしますね。続いて第12位はなにわ男子でニュークラシック、再生数約598万再生。こちらなにわ男子の楽曲で、まあ、この2日間で100万再生を突破したっていうところで結構話題になったんですけども、僕全然その音楽とか作曲家とか知らないんですけど、ビバルディっていう有名な作曲家の楽曲をモチーフにしているらしくて、この春っていう時期にぴったりだったりとか、入学だったりとか進学とか新しい生活を始める際のなにわ男子からの応援ソングってところで、なにわっぽいっすよね。アップテンポでこのなんかカラフルな音とかカラフルな背景とかそういうの使ってるのとかもそうですし、個人的にはミッチーの金髪をこのミュージックビデオとか YouTube で残せたっていうのがかなり大きいと思いますね。ミッチーの金髪ちょっともうなんか白いからミッチーもね、透明に見えますもんね。金髪もなんか薄めで見たらもうなんか合ってないようなもんじゃないですか。続いて第11位はザ・ファーストテイクのストーンズ君がいない、再生数約616万再生。こちらはですね、まあ、通常のストーンズの YouTube チャンネルだと君がいないは420万ぐらい再生されてるんですけども、まあ、ファーストテイクの方が、まあ、再生数としては多い、登録者がね多いからファーストテイクの方がっていうのもあると思いますし、個人的にはストーンズの君がいないのストーンズの YouTube チャンネルの方だと、まあ、本人映像ないんですよね。アニメーションというか、まあ、うやむやみたいな感じですよね。なので、まあ、そういった人がちゃんと映ってるってのとこもそうですし、ザ・ファーストテイクの1回限りっていうこのドキドキ感とかメンバーのこの目を見合ってる感じとか、収録ではあるものの生感っていうのが伝わってるので、まあ、そういった意味でも人気なのかなって感じしますよね。続いて第10位は A グループで A ビギニング、再生数約637万再生。まあ、こちらはですね A グループのデビュー曲ですよね。 A ビギニングってところで、まあ、CD の売り上げに関しても70万枚ぐらいいったのかな確か。まあ、すごい数字叩き出したりとか、また、あ、旧ジャニーズ問題とかがあった中でのスタートエンターテインメントの第1号のデビューってところで、まあ、このグループはランキングに入ってこないとだよなってところで第10位に入ってきましたね。やっぱ思い出されるのが M ステのマイケル・ジャクソンのやつをオマージュしたっていうのは僕は個人的に面白かったですね。続いて第9位はストーンズここに帰ってきて、再生数約729万再生。これはですね、ストーンズの13枚目のシングル、先ほどゴングを発表させていただいたと思うんですけども、ゴングのここに帰ってきて、ここに帰ってきてに関しては、今日もタイガくんが主演している映画、言えない秘密の主題歌となっております。まあ、ゴングがね、ヒップホップ調というか、結構ゴリゴリでダンスナンバーみたいな楽曲の中で、ここに帰ってきては、まっすぐなラブソングって形で、まあ、全身白衣装で、このゴングと、まあ、聞いたりすると本当になんか全身、まあ、黒っていう感じのゴングと全身真っ白のここに帰ってきてっていう形ですごい二面性があるなって感じしますよね。個人的にはなんかこのみんなで楽器の中で歌っていくっていう感じがエモくてありそうでなかったなって感じがしますよね。ストーンズの中でもこれをね披露した時のねホックンがねまあ美しくて、ウィズミュージックだったかな確か。なんかねお客さんとも距離が近くて、ね、その時のホックンがまあ超綺麗なんですよ。全身真っ白の、最近確かこういう全身真っ白みたいな衣装ってあんまないですもんね最近だったら。はい、今日はですね、まあ、旧ジャニーズ現スタートエンターテインメントの
方でですね、 YouTube の再生数ランキングってところで第16位から第9位まで発表させていただいたんですけども、第8位から第1位はパート2の方でお話ししていきたいなというふうに思います。ぜひそちらもチェックしていただけたらと思いますので、ぜひ皆さんの方でもですね、第9位までで1000万再生ないんだ1個もっていう意見だったりとか、ストのゴングがこれからどんぐらい再生伸ばすのか楽しみっていう意見だったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズスタートエンターテインメントの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。次も見てね。またね。